友達の勧誘と母から友達と頑張れる競技をやりなさいって言われて野球を選びました。小学校3年生に豊岡野球少年団というところで始めました。西武の少年野球の中で1位を決める大会があったんですけど、そこで優勝して西武地区で1位になったことです。豊岡中学校野球部です。豊岡中学で何十年ぶりに県大会行ったのが自分たちだったので、そこが思い出になります。中学の時にあんまりやりたいことが見つかってなくて、自分のやりたいことを探すために商業高校を選んで、それで袋井商業に来た感じです。野球だけじゃなくて、その社会に出るための力がやっぱり見つかる。一人がエラーしたら8人がカバーし合おうと思うところが僕は武器だと思います。チームではベスト8以上で、個人としてはキャプテンという立場なので、チームを勝たせることも一番大事です。